これより令和6年度萌え元彼卒業式を開式します。卒業生入場。門出の言葉。春の光を浴び、新しい季節の始まりを感じる今日、私は元彼を卒業します。卒業します。切りすぎた前髪。Bye.
2015年1月18日、元彼に振られたあの日から、私の人生は大きく変わりました。人生で一番の絶望と、どこにもぶつけられない悲しみと憎しみ、それらすべてを歌にしてきた9年間の花火祭り新しい浴衣もちゃんと買ったのに君は誰と花火見るのだろうまさかあの子となんて嘘だろう君があの子と花火見るんなら明日は雨が降る君があの子と花火見るんなら少しだけうぬぼれてた私はどの祭り次の日も休みちゃんと取ったのに君からの連絡がまだ来ないまさかあのことなんて全部閉まってて全て台無しになって悔やんで恥をかけ君があの子と花火見るなら心に雨が降る君が私を選んでくれんなら明日は晴れ皆さんお待ちかねのコールアンドレスポンスの時間がやってまいりましたもう日々の言えない元カレ元カノ、まあ、今かの今カレへの不満会社の上司
いるくせに手をつないでくるやつ。卒業証書授与卒業生代表萌え。はい。卒業証書萌え殿、右のものは義務教育と同じ9年間という長い間元彼への思いを楽曲に昇華し歌い終了したことをここに称する。令和6年1月18日、おめでとうございます。ありがとうございます。いよいよこの思い出深い元彼との日々を旅立つ時がやってきました。この9年間で私はたくさんのことを学びました。失恋の苦しみは一生は続かないということ、恋愛以外にも音楽や仲間、楽しいことがたくさんあるということ、相手を憎しみ続けていたら自分の幸せも永遠に訪れないということ、この教えを胸に刻み、私は次の道へ進みます。最後に私から元彼に伝えたいことがあります。私を振った男漏れなく全員不幸になれ、私を振った男漏れなく全員不幸になれ。
去ってたいつも曖昧が優しさだと思い込む勘違い野郎も元カノばっかかばって私を傷つけたお前も仕事忙しくてってそれ理由になってねえからな私を振った男漏れなく全員不幸になれ私を振った男漏れなく全員不幸になれ今日は萌の元カレ卒業式お集まりいただきありがとうございます、MC 一回もしないままアンコールにね突入するっていうなかなかないイベントだったと思うんですけどちょっとあのこの卒業式っていうねコンセプトをやりたくて皆さんね本当にご協力ありがとうございましたちょっとごめんねあの元カレバンドっていうそれぞれのパートがねある見せ場がある曲があるんですけど大志くん今日初そのやって私も紹介の時にサックスじゃなくて多分キーボードって言っちゃってそう本当にごめんね本当にキーボードサックス大使って言っちゃいましたあの配信でねもし配信買ってる方は見返していただいてお願いしますそして今日ねあの会場来ていただいた方ももう一回見たいなって方はあの配信チケットがなんと800円でそう800円でねそう売ってますのでもしよければあのちょっと最後に一つだけ今回限定のグッズもね作りましたあの卒業式ってことでハンカチを作りましてあのこれ今日以外多分ね売れる場所がないと思うのでもしよければ皆さん帰り物販の方お買い求めお願いします皆さん今日は本当にありがとうございました。嘘をついたその口をあたしは許さない。信じてるって言いながらキスをした唇をあたしは許さない。あなたを嫌いになったわけじゃない。私を